はい、どうも皆さんお疲れ様でございます。コイムです。今回から始まります新実況ファイトナイトチャンピオン、まあボクシングゲームですね。でね、まあこれの前作だったでしょうか。一度ね、リアフレのねブノちゃんという方と、実況してるのをアップしたんですけども、まあそれの続々編よくわかりませんが、何作か後の、まあ今現行での新しいものになるんでしょうか。はい、という形でまあこれね新実況やっていきますけれども、でまあいろんなモードがあるんですけども、このチャンピオンモードっていうのがどうやらまあストーリーというかね、一番主軸になるやつらしいので、これをまあやっていこうと思いますね。こんな感じでしょうか。でまあこれはね、エピソード0ということでね、まあストーリー、まあというかね、こういうモードをやりますよみたいな紹介で挙げさせていただきます。というわけですね、新実況、まあ、珍しいですけども、もうこれまでね、まあ、気持ち的にはもうコールオブデューティーシリーズ1本でやらせていただいておりましたので、まあ、これからもねメインはあくまで COD なんですけども、これからまあねあのゴーストも出ますし、はい、でまあ、それの箸休め的なこのなんていうんですか、ステーキばっかり食って、胸焼けしてきたからたまにはお茶漬けもみたいなね、そういう感じでこのゲームはやっていきたいと思って、まあこの間届いてですね、ちらっとねほんのちょっとで触りだけやってみたんですけども、あのねもうね COD 並みにね無口になっちゃうっていうね、これもうね箸休めでもなんでもない感じになっちゃうような気もしますけれども、まあやっていこうと思います。で、まあかなりね自分的には難しいです。なので難易度もかなり低めでやりますし、実際ね全然参考になるようなプレイはできないので、そういうのをお求めの方はね、見ない方がいいと思いますけども、まあねこれ楽しんでる姿を、見ていただければなと思ってやっていきますね。よろしくお願いします。はい、というわけでね、もう説明したいことはおりましたので、ちょっとまあ前回の動画、3000人突破記念動画のラジオ番組で、まあ、1時間半近くある、動画にもかかわらずですね、最後まで見てくれたよという方ですとか、あとは何日かに分けて、ね見ていただいたよという方もいまして、大変ありがとうございます。はい、という形でね、まあ、この辺でいいかな今日はね、まあ、こういうのをやるよっていうね感じですよ。なんかねいろんなモードがあるらしいんですけど、ね、ちょっとこれ英語がね私は全く分かりませんので、まあフランス語ならねペラペラなんですけどね、残念ながらこれ何を書いてるかさっぱり分かりません、ね、という形でまあ、結構ねグダグダするかもしれませんが、やっていこうと思います。といったところで、本日の、動画はお開きとさせていただきたいと思います。はい、最後までご視聴いただきまして誠にありがとうございました。それではまた次の動画でお会いしましょう。さようなら。